絵を描かないならば俺は生きることはできない。そして守りたいものを守ることもできない。離れられないのなら抱えて生きるしかない。そう考えたら覚悟が決まった。覚悟が、私だって絵を捨てられない。あんたの子供だからなのか、ずっと絵がそばにあったからなのか、もうわからないけど、でも絵から離れられないの。だからこれくらいは認めてよ、自分の責任は自分で取るから。俺はそうするしかなかったから続けてただけだ。超えるって覚悟決めたくせに半端な真似をしたら、俺が俺自身を許せねえ。だから立ち止まれなかった。それに今も俺は自分をかっこいいとは思えねえ。なんせ道半ばだ。前より成長したっつってもまだ夢を叶えられたわけじゃない。うん、心配。やっぱりそうなんだ。好きにやるのが一番。でもなんだかお母さんとは違う。どうして。ま、私は誰が何て言っても好きにやらせてもらうつもりだから。そうそう、朝比奈さんを見習ってな。もううるさい。っていうか、アキトだって赤点ギリギリなんだから人のこと言えないでしょ。赤点は回避してんだからいいだろう。こっちはお前と違ってテスト前にチームの連中と勉強してるからな。まあ練習が早く終わる日があったろう。